女女平泳ぎ女女って5ピンしたって記録もあるんですよ。3ピンじゃ満足できれば。俺たちいつかやる。ピロスケ社長。さあ今回紹介する人物はこちらです。政治家伊藤博文でございます。おお、政治家。あら、ピロスケ、またごじってるやないかと。ああ、またやったな、お前。ごじピロが。思ってるでしょ。うん。違います。今回はね、彼の性について話したいと思ってるんですね。まあ、伊藤博文といえば、まあ、総理大臣になったりとか、言ったら大日本帝国憲法作ったと。言っても過言ではないっていうか、まあ、作ったんですけども、はい、人じゃないですか。はい。この人ね、むちゃくちゃエロいんです。公職宰相と呼ばれてました。もうそれだけ女が好きだって話なんですね。まあそのエピソードをどんどん喋りたいと思います。お願いします。まず彼はですね、16歳の時松下村塾っていうところに入ります。まあエリートゾロの場所ですよ、言ったら。まあな、松下村塾四天王の人に異例区一っていう人の妹隅っ子を嫁にします。おこの塾で評判のいい大先輩の妹をもらうわけです。はい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 。もう、粗相に扱えないじゃないですか。そりゃそうだ、うん。浮気しまくります。なんでだよ。とにかくもう芸者と遊んでは、他の女のとこ行っても関係ねえと先輩の女だろうから。結果どうなったかと。うん。小梅っていう芸者をはらましちゃって、離婚するんですね。ああ、やってみもうだな。ほんで小梅って人は、生涯伊藤につくそうなんですよ。おうおう。この話も後にしてきます。うん。はい、まあそこから、もう倒幕をしようと。まあ尊の攘夷をしようっていうことで、まずは外国の情報を知らなければダメだということでイギリスに留学するんですね。はいはいはい。それは長州五傑ってやつに選ばれるんですけど、うん、まあ留学ということで勉強するんですけど、他にいろんな役割があるんですよ。伊藤博文は何やったかって言ったら文明調査ってやつです。はいはいはい。実はその文明をいろいろこう体験して、あ、こんなに日本と違うんだっていうのを感じて報告する仕事です。なるほど、文化を感じろと。じゃあ文化って何なのかなっていろいろ考えた結果、はい、こちらです。色町に行きます。まあ文化っちゃ文化だからな、向こうの。まずは一回色町行こうかな。はい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 。あ、こんな美味しいものもあるんだ、こういう文化もあるんだ、でもう一回色町行きます。はい。あ、でこういうものもあるんだ、美味しいものあれば色町行きます。あ、色町挟む。今日は色町だけ行こう。色町2回行こう。色町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 ってなった結果、買えなくなっちゃうんですよ。どんだけ行ったんだ色町。もう5月からお前帰れよって言われて、もう帰国命令出されるんですね。あらららら。伊藤博文がどれだけ女に狂ってるかって分かる言葉があります。博文行くところに女あり。ああ、常に女がいると。でその中のエピソードで、料亭田中屋の飛田千穂って女の人がいました。うん、こういう人愛人するわけですね。うん、で飛田千穂が言ってたのが、博文が女と遊んでたと。そしたら奥の部屋に女が控えたんですね。うん、さあ来なさいって言って、そいつともやると。はいはい、連続で。行ったら 3P をしたわけです。おお、そういうことか。まとめてやっちゃった。女女ひろぶ女女って 5P したって記録もあるんですよ。3P じゃ満足できる。ああもう行くとこまで行ったろみたいな。次は5だろみたいな。で目かけの人数ですね。おお、はい、なんと29人いたらしいんです。もったなそれでつけられたあだ名があります。それがほうきってあだ名です。ほうき、吐いて捨てるほど女がいるって意味らしいです。ある時遊女と遊んだ日があったんですね。うん、あ、今日は楽しかったよ、帰るよって言った時に、おきんっていう女性がお見送りしたわけです。ほうほうほう。さっきすっきり抜いたばっかなのに、可愛いやないかってなって、ちょっと来なさいって言って、あららら、馬車乗ったんですけども、馬車の中に入って御車に、おい街中お前ずっと回ってろって言うな。はい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 。何をしてたか。そう、カーセックスをしてたんですよ。これが日本初のカーセックスって言われてるんですよ。この人カーセックスの生みの親です。マジか。なんでこの情報が残ってるかって言ったら、このおきんが日記で馬車でやったのが痛かったって言ったらツイートしてるわけですよ。それを確か明治新聞が特集にしたんですよ。はいはいはい、ゴシップにしたと。それがなんと明治天皇の耳に入っちゃうわけですよ。あら、これはあかんよ。お前ももうだいぶ偉くなってんだからさ、もう慎みなさいと説教したわけですよ。うん、伊藤博文は明治天皇ですよ。明治天皇にこういうことを残しました。お、他は隠れてやってますけど、僕は堂々とやってるんです。文句ありますかって言うんですよ。開き直りやがって。逆切れ逆切れ。まあ彼偉いんで、いろんなとこ行くわけじゃないですか。うん、で遊女遊んだりとか、その地方でやるんですけども、その時ルールを決めてるんですね。お、地方では二流三流の女と遊べ。うん、一流の女には一流の男がいるわけです。お、地元だったらなんとなく把握できるんですけど、地方だとわからないと。
ほうほう。それで一流の女を相手した場合、問題になるかもっていうことで、二流三流の女と遊びってるんですよ。ああ、なるほど、なるほど。こういう名言残すってことは、多分問題食らってます。ああ、あったんだろうね。あったんだろうなって。これ気になりますよね。奥さんいます。うん、もうおかんむりでしょ普通。あ、まあそりゃそうだ。普通だったら怒るはずなんですけども、この奥さんできた奥さんなんですね。おお。もう広文がね、家に連れてくるわけですよ芸者。え？そしたら奥さんはいらっしゃいってこう迎えてあげて、うん。それである芸者に言ったのが、うちの旦那は本当に公務で大変なの。だからあなたに癒してもらうのが何よりの楽しみなの。だからあなたまたうち来てくださいねって言ってるのよ。へえ。全然公認だったんですよねこれ。伊藤博文もう無双状態ですよ、だから。そうかなのか。まず一人目、下田歌子。うん。日本の女子教育の先駆けになった人なんですね。おお。その学校を作りたいってことで、いったら伊藤博文に相談したわけですよ。うん。なるほどなって聞いてるうちに愛人になるっていうね。ああ、手出しちゃった、また。詳しくは私のベッドの方でってやったのかわからんけど。次は川上貞奴。ほう。日本初の女優になった人っていうことで。うん、さらに女優の養成所を作った人なんですね。憲法を作るときいろいろ書類書くわけじゃないですか、うん、その時にそばにいた女性がいるんですけど、貞奴って話があるんですね。おお。これ終わったらよ、あとで楽しもうぜ、うん、っていう頑張ってたのかな、なんかチャーンみたいな。最後戸田喜和子です。おお。維新十傑の岩倉とも言いましたよね。はい。その三女なんですよ。うん。もうとにかく美人で有名だったっていう六名館っていうのがあったんですね。これパーティーをやるってことになりました。伊藤博文が来て、この戸田喜和子もいたと。おー、美人やないかい、最高やなってなったのか、喜和子を庭に連れてって、それを押そうとしたわけですよ。うわ、うん。この時、総理大臣になってます。おい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 、総理大臣おい。はい、ここで出ました。ゴシップ大好き明治新聞がですね。おはい、それを見つけまして、うん、書き込んだわけですよ。なるほど。で、それが原因で、なんと伊藤博文、総理大臣辞任することになったんですよ。おい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 。よろず帳簿っていうのがありました。ほう。これこの当時の文春だと思ってください。はいはい、週刊誌みたいな。そこに書かれていたのが、伊藤博文の家に土建屋が通ってたわけですね。そこの三姉妹がすごい美人だったと。ほうほう。ということで、長女のキセコっていうのを愛人にします。もう、すぐ行くんだな、こいつは。このキセコが早死にしちゃうんですね。あら。次女のツネコを愛人したんです。おい、止まんねえな、こいつ、ほんとに。もう関係ねえと。おツネコなんと、19歳で病死します。うわ。次、三女のユキコを愛人しようとします。おー、だから、おい。お父さんも、いやいやいや、ちょっと違いますよ、それは、ってなったわけです。さすがには。したら伊藤博文も違います。ボンって金置いて、うん、愛人させてくれって言うのよ。おい、おい、おい。いやー、でもな、その、バン！ユキコを見かけにさせてくれ。いや、でも、早死に、バン！目かきにどうぞって言うとこを目かきにするんですよ。へぇ、でもそんな伊藤博文ですけども、うん、ただエロい話じゃないです。このエロから生まれたものたくさんあるんですよ。うん。女体盛り。おぉ。これ作ったんです。へぇ、うん、どうせ芸者にさせたんでしょうね。そうだろうね。広島名物、もみじまんじゅう。うん。これを実質的に作ったと言っても過言ではないです。へぇ、広島の茶屋に行った時にお茶出してくれた女性可愛かったんですね。もうナンパしたわけです。うん。君の手はもみじみたいに可愛くて食べちゃいたいなって言ったんですね。おそんな話を聞いた和菓子店が、うん、それ嫌ないかいっていうことで作ったものがもみじまんじゅうなんです。うん。そして最後です。首相官邸。これ伊藤博文作ったんですよ。え？伊藤博文ね、もうとにかくね、蓄財しないんですね。お金を貯めないと。女に使いまくるんです。使って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 あげくどうなったかと。おう。家、住めなくなっちゃったんですね。総理大臣ですよ、うん、総理大臣なのに野宿したのよ。家がない、女に使いすぎて家ないからっていうことで野宿したと。だから政府が、いや総理大臣が野宿ってたまらんぞこれってなって、ああそりゃそうだ、じゃあなんとか住める家を建てようっていうことでこれができるわけなんですよ。へぇ、伊藤博文が女に狂ってなかったらこれできてないんですよ。あの首相官邸が、でも不思議に思いませんかこれ、うん、伊藤博文モテすぎじゃねって。この人ね、女性の扱いがとにかくうまかった。おお。伊藤博文はたくさんの芸者を別荘に呼んで、その別荘っていうのが海が見える別荘なんですね。いい別荘だ。水着をプレゼントしてあげて海水浴させるんですよ。おお。この時代の海水浴って海外では健康法って言って超ハイカラな文化だったわけです。日本だと。最先端な。海水浴できるの？いやー楽しみーっていう感じがあったんですね。はいはい、大事にしてるんだね、本当に。日田恵子って女の人がいたんですね。うん。まあ、後に女優になる人なんですけども、うん、この人、日田地方、さっき言いましたよね。田中屋の。うん、
そのお孫さんなんですよ。その祖母が言ってた言葉が、つまらぬ男と結婚するなら一流の男の妾になれって言ってるんですよ。伊藤博文はそれだけの人物だって評価してるんですね。なるほど。まあ、1909年に暗殺されちゃうんですけども。まあ、淳君にね。まあ、たくさん女と遊んで行ったら、この梅子。もう雑な扱いをされてるわけじゃないですか。うん。梅子は伊藤博文が死んだ後にこういうことを残しています。うん。国のため、光を添えて行きますし、君とし思いで、悲しかりけり。これ意味なんですけど、国のために光を当て続けたあなたのことを思うと、本当に悲しくてしょうがありませんっていう言葉なんですよ。本当に博文のことを思ってたわけか。そうです。大好きだったんですね。うん。そしてこの伊藤博文、尊敬する人は誰ですかって聞かれた時に、うん、天皇を抜いたら梅子だって言ってるんですよ。おお。最後帰っていくのは梅子さんだと。そうなんだっていう言葉を残してるんですね。うん。それが政治家伊藤博文でございました。ありがとうございます。面白かったらチャンネル登録、高評価、よかったらコメントの方よろしくお願いします。で、さらに告知止まんないのが、もう味しめちゃって、うん、おい家臣様だからよ、カゴ用意しろってカゴでこう旅すんだよ、遊戯の旅を